どこだ？行ける気がする。あと1分に着く気がする。敏腕カメラマンじゃん、麦。あれじゃあよくあるあるのやつ。なんか今しゃべ食べたいものがあるっていうか、カニ出すかな。せっかくだから。お餅っていうのがありまして、なんかパイ生地みたいなのに肉がギュッと入って食べる。今日の朝食べた音はちょっと違うんだな。あれもあれでパイ生地みたいなの。そうね。あ、やべえじゃん。6時半で閉店だわ。あと終わったー。あと4分。終了のお知らせ。ラッシュで間に合うか。4分って書いてあるわ。間に合わねえな。二人を探せ。伊達ミスを探せ。どこだ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 。伊達ミスどこだ。あそこにいるあそこにいる。伊達ミスどこだ。テレーション。いやー。今さ、こそう餅見つけたー。こそう餅もう一回向こう帰ってもらってもう大丈夫です。大丈夫です。こそう餅が食いたかったの。牛丼丼、あと3分で閉まる。走る。いや若いマジで発想が。走ろう。嘘でしょ。後からお会いしてきます。近いんですか？3分かかる。3分なら走って1分ですよ。いやー、いけるかなー。いける。案内しますわ。うめんだよって言って食べたことないんですよ。評判がめちゃめちゃいいね。めちゃくちゃ有名なの。どこだ？ねえ、ここ行って。あ、じゃあ、いける気がする。いける気がする。あと1分で着く気がする。着く気がするかな。こんだけ走っても GoPro なら安心。イメージキャラクターになりましょう。 GoPro の敏腕カメラマンじゃん、麦。いけるか。こしょう餅を食べるという強い意志があるので大丈夫です。せやな。せる意志を持って。全然わかんないけど私。せやな。聞いたこともねえし。本当に。探してます。というわけで、はい、どこ行ったん？本当にただまっすぐ走ってったのかな。何餅ってるの？胡椒餅。どこだ？どんなお店だ？分かって胡椒餅って普通に胡椒餅って書いてあるんですか？書いてある。え？どこですか？こっちですね。外っちゃった。あ、違うのかな？今のとこかな？え？嘘？あ、ほら。あ、ここか。なるほど。いけー。ヘイシリー。この近くの胡椒餅が食べれるお店。この近くで胡椒餅が食べれるお店。あ、終わりです。あ、終わりです。なんやねん。はい、残念です。高級無工程って書いてるからたまたまや。またやった。
嫌な能力を持っているな。宇宙法師の元にバカすごい、めちゃめちゃ面白い。笑いすぎるな、これ。なんか連絡来ました。あ、本日高級お目当てのものは定休日出た出た。月に麦本領発揮、はい、定休日にする女出ました。いや、素晴らしいですね。裏切らないね。出たって何します。いや、伊達ちゃんと2人で走っていって、それやらかす最高だわ。365日やってな。しかも無呼吸の。無呼吸、そうだよね。固定してないんだよ。固定してない休みの日にまさか来てしまうとは。そんなことある。やばない。すげえな。やば、当てがちやな、ちょっと。はい、はい、当てがちな女。あ、すみません。どうです。あ、わけのわからぬ胡椒餅という得体の知れない食べ物のお店を、うん、はい、無意識に、うん、定休日に来てしまいました。申し訳ございませんでした。無意識のうちにな。全伊達さん、申し訳ございません。しょうがないよ。帰りましょう。帰ろ。帰るぞ。笑いすぎるわ。何してるんですか。いや、マイナスイオンを感じてて。あ、どうしたんですか。何ですかこの写真。時間間に合ったんですけど、胡椒餅の店が無固定の休みなのに、まさかの今日休みなんですよ。どうしたんでしょうね。あれ、なんか、あれ、あ、うちの月見さん、なんか誘われてますけど、どうしたんですか。いや、ちょっとマイナスイオンって気持ちいいですよ。普段そんな陽気でねえだろうね。やすきみぬぎさん、やすきみぬぎさん持ってますよ。私の無駄な能力のせいで。やすきみぬぎさんはなぜか無休憩のところでも休みにさせるという能力の。なぜかお店を閉めてしまうという。臨時休業をさせてしまう持ち主。やっぱ社畜どもには休んでもらわないと。いや、いいアイドルだな。素晴らしいアイドルだ な。残念でした。残念でした。はい。笑うやん。でねでーでー。